練習に度胸はゆる。バゼリアの衣装。わずかでもいい。寒い冬にあったかい部屋で食べるアイスが美味しいんだよ。こっちもちょたっと。あっ、あたしたちの音ならいける。おやふらで途中できなかったしょぼーん。ギフトありがとうです。かもなく。引き続きお疲れ様です。まったりお茶さん。ちょっとだけですが、いらっしゃいです。奏でる愉快なカプリチュー。
思議聞き迫る江戸瀬戸な夢か美しさ見極めてゆけ大胆不敵釣り走りのアドの人はサンデーライブ選んでたんだろうか。私さあ取り組に着替えて世界一のお気持ち
ます。はじめましてお嬢さん、西の国から、愛のためにあなたに会いに来ました。急な話ですがどうか驚かないで、僕のお姫様になってください。今の感覚は、はい、私ノリノリで行こう。
てもいいです。ええ、私が歌う。名主さんがギフト応援メガホン10の PQ を送りました。ギフトありがとうです。ゼロ、レイモが好きな一人が来場しました。
短いですが、この辺りで終わりますね。来場者数4名様、来てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。まったりお茶さん、ギフトありがとうございました。お疲れ様です。